おはようございます。昨日ホステルに着いてからそのまま寝てしまいましたので、なので、この動画最後撮っております。昨日着いてからシャワーと浴びて寝たんですけれど、ここ今日泊まってるところ1泊350ルピーなんですけれど、でもめっちゃいいですね。ちょっと私はこの隠れ家的なこのホステル、ちょっと結構気に入っちゃって、長居したいなっていうぐらい、すごくいい感じなんですけれど、受付の人もすごくいい人で、ドライヤー貸してくれたり、あとホットシャワーが出るような部屋で入らせてくれたりとかして、で、あと部屋もね、今部屋にいるんですけれど、部屋もね、このベッドもちゃんとコルカタのベッドみたいに、マジ板みたいなベッドじゃないし、冷房もめっちゃ効いてるし、ちょっと隠れ家的な感じで、なかなかすごくいい感じなので、ちょっとそれはまた別でね、アムリトサルで撮った動画っていうか、ホステルって感じで撮ろうと思います。ということで、昨日コルカタからアムリトサルに、無事移動しまして、で、今パキスタンの国境の近くにね、もうすぐ国境を渡れるような感じのね、町に移動してきまして、これからパキスタンに行こうと思っているんですけれどね、ちょっとそれも含めてちょっと休息をして行けたらなと思っております。動画見てくださった皆様、どうもありがとうございました。